ドルドーニュ県は、フランスのヌーベルイコールアキテーヌ地域県の県である。ドルドーニュ県の地図フランス革命後の1790年3月4日、1789年12月22日の法令施行により、かつてのペリゴール州の一部から創設された。名称は、ドルドーニュ川に由来する。ドルドーニュ県は、国内第三位の面積を持つ。 面積の約45%が森林で占められ、森林面積でも国内第3位である。オートイコールビエンヌ県、コレーズ県、ロット県、ロットイコールエイコールガロンヌ県、ジロンド県、シャラントマリティーム県、シャラント県と接している。ベゼール川流域は旧石器時代後期の遺物、遺跡の宝庫と言われ、クロマリョン人化石、ラスコー遺跡などが発見されている。 ドルドーニュ県は暑い夏と寒い冬という大陸性気候を持つ。県北東部と県南西部では気温に大きな開きがあり、約摂取5度違う。ドルドーニュ住民は自らを、かつての州から派生した名前であるペリグーダン、またはペリゴーダンと自称する。2006年度にはイギリスからのリゾート客が約2万1人を数えた。彼らはフランス居住者とされるのを避けるため、 6ヶ月と1日以上滞在しないよう注意を払っている。かつてのペリゴールでは、オック語の一方ことであるリムーザン語が主流であった。これは大まかに、モンタ像からナデーヤックまでのラインから北で、盛んに用いられている。このラインの南では、同じ一方ことのラングドック語となる。パルクールとロシュイコールシャレの一部では、オイル語が話されている。ドルドーニュケンは、 フランス第一の名城地ボルドーのあるジロンド県の東隣にあり、ボルドーと似たタイプのワインが作られている。ドルドーニュ県内には千以上の城が点在する。13世紀から14世紀に建てられた要塞都市であるバスティットも数多く現存している。ありがとうございます。